よろしくお願いします。あ、もう映ってる、もう映ってんの。持ちコインが285枚ありました。285枚、激ヤマ台ですよ。激ヤマ台、どこが激ヤマなんすか。持ちコインは285枚。主食は酒だって、まあ、日曜日なんでね、お昼から飲まれる方もいらっしゃるでしょう。フレンチトースト大好きですね。そろそろゴッドゲーム欲しいな。そろそろ519ゲームでした。当たったよ。投資は1550枚ですね。さあ始めましょうか。よいしょ。さっきの手刺さりましたね。多分中段リプレイでしょうね、まあ、中段リプレイですね。いきます。誰だ。誰と思う。さっき未来から来た人がペルセポネで50って言ってた。でもケルベロスで70って言った人もいた。でも本当はケルベロスです。60ゲーム。正解は60ゲームでございました。何ですか今。365連休。おお、来たー、やったー。彦がいなくなったら面回転が来た。いやー、あ、もしかしてこれヒコが連れてきたのかもしれません。ありがとう、戻ってきた戻ってきた。あー、よかったあとは7でお願いします。あとは7でお願いします。5でもいいよ、5でもいいよ。3はダメよ。違う、今ねヒコが連れてきたんでしょ。ありがとう。いやでもよかった、全回転見れてよかったっす。ありがとうございます。はい、そうですね、まあまあまあ、でもこれは いい当たりでした。よかったです。どうせならさ、どうせなら5か7ね。ありがとうございます。でもよかった。そうなんですよ、まだね、超ベルとかいったらね、これ大きなゲーム数ありますから。ゲーム数245ゲームです現在。さあ行くぞ、ここからだ、逆転劇の始まりだ。見とってくださいね。投資は1700枚、1700枚あります。ちょっと待ってください。さっきペルセポネで50と言われていた方いらっしゃいましたけど、この状況で50なわけないじゃないですか。もう完全に流れ引き寄せてますよ。見とってくださいね。さあ来ますよ。行きます。
これで50はなくなりました。早く早く早く、あと5ゲームあります。よしよし、これで110ゲームですって。ちょっとドキッとしました。120ゲーム、ラスト3ゲームです。10ゲーム目、あー120ゲームか。まあ今の私こんなものでございます。120ゲームスタート、いきます。ある？あるの？あった。まだ終わっていませんでした。よし、これでもうちょっと AT が楽しめますね。いきますよ。そっちか。まあ初期ゲームは期待できずとも、ちょっと消化中大きな動きがそろそろ欲しいですね。これで70ゲームはゲット。さあここは70ゲームのスタートです。ゲロ吐けって、ゲロじゃないでしょ、あれはファイヤーでしょ、火ですからね。ということで、今回私オス番長3とアナザーゴッドハーデスの2機種に挑戦いたしました。結果は1750枚の投資に対して交換枚数が800枚ぐらいですかね。今ちょっと計算してみますけれども、まあ、非常に AT、ARD ともに伸び悩み、今日はちょっと残念な内容でしたけれども、まあ、それでも初当たり何度かありましたし、まあ、今日もですねこう有料放送になってからもたくさんの方にご覧いただきました。また無料放送から有料放送に切り替えるタイミングでも今回も数名の方にご入会いただきまして本当にありがとうございます。まあ、いつもこのニコ7チャンネルさんではカイド日記生放送といたしまして生配信実践の方を行わせていただいてますけれども、毎回毎回たくさんの方にこうご入会いただけているというのが本当に嬉しく思います。また私来月こちらニコ7チャンネルさんでの生放送予定しておりますので、次回もどうぞよろしくお願いいたします。結局今日の収支の方は総投資が1750枚、そして交換枚数の方はこちら790枚という結果でしたので本日はマイナス900